モザイクガーデンは兵庫県神戸市にある複合商業施設付属のミニ遊園地である。神戸港に面する複合商業施設神戸モザイクの南隣にある入場無料のミニ遊園地で1995年に神戸モザイクに阪神・淡路大震災からの復興のシンボルとしてオープンした。レストラン線コンチェルトが発着する神戸港高浜岸壁にあり、 中不倒エリアを一望できるという高立地条件から休日には家族連れも多く、またデートスポットとしても賑わっている。2012年の3月15日にミニコースターの運行が終了し、5月6日に観覧車以外のすべてのアトラクションの運行が終了した。従来のアトラクションを解体した跡地には2013年4月19日にアニメキャラクターのアンパンマンのテーマパークと 商業施設からなる神戸アンパンマン、子供ミュージアムモールが開業した。世界で初めてイルミネーション機能を搭載した観覧車で、1993年7月に六甲ランド青い屋にオープンした。しかし、1995年の阪神、淡路大震災で壊滅的な被害を受け、営業再開を断念。その後、観覧車、メリーゴーランド、ウェーブスインガー、 ミニコースターは1995年12月14日に同じ神戸市のモザイクガーデンに移設され、今日まで神戸港の夜景を彩る一つとなっている。2003年7月にはスカイハーバーという愛称のシースルーゴンドラを2機導入してリニューアルされた。この観覧車からはメリケンパークやポートアイランドといった神戸の海岸線を一望することができる。 2007年春に白から鮮やかな赤色に塗り替えられ、2011年8月5日にイルミネーションが LED になった。そして2013年4月19日には、神戸アンパンマン、子供ミュージアムモールの開業に合わせて、ゴンドラがリニューアル。すべてのゴンドラに冷房が設置され、ドキンちゃんのイラストが描かれた、ドキンズハートカフェゴンドラが4機導入された。 特に中期のないものは2012年5月6日に営業を終了した。ありがとうございます。